生今日歌いません、歌いませんよ。ミキママのね、新コーナーです。皆さんからお問い合わせいただいて、教えて教えてってきたメニューで、基本の料理じゃないけど人気のメニューをご紹介したいと思います。名付けてミキママの人気メニューを教えちゃうのコーナー、イエーイ。第1回目は生春巻きです。もうね、この生春巻き、子供は野菜よく食べてくれるんですよ。しかもね、巻くのがめんどくさいと思うじゃないですか。もうね、ほんと簡単で、もうパンパンパンですよ。パンパンパン、あっという間にできちゃうんで、皆さん今日も一緒に行きましょう。じゃあ一緒に一気に行ってみよう。生春巻きを作る前に、今日の最大のポイントを皆様に教えちゃいたいと思います。本当に美味しい生春巻きはエビの戻し方で勝負が決まっちゃうんです。え、じゃあさ、生のエビ買ってきたらミキママはどうすんの？そしたらね、負けです。はい、ごめんなさい。冷凍エビを買ってきてスタートしてください。で、冷凍エビにあるものをね、加えると、もうエビがね、口の中でもうプリンプリンじゃないですよ、もうブリンブリンに、もう生きのいいエビに変身しちゃうんですよ。で、これを使います。ミキマジック重曹です。これね、裏面が炭酸水素ナトリウムって言うんですけど、冷凍エビに加えてから解凍すると、この、ね、炭酸水素ナトリウムがね、エビの表面をね、タンパク質を固めて水分を閉じ込めてくれるんですよね。だからね、エビがもう見た目からして全然違いますよ。私なんかね、もう今重曹がないともう不安でしょうがないです。もうブル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 きちゃう、これがないと。調味料コーナーで100円以下で売ってるので、皆さん絶対これあった方がいいですよ。もう人生変わっちゃいます、これ。じゃあ、それでは早速材料からいきましょう。材料はこちらです。野菜はね、何でもいいんです。きゅうりの代わりにアボカド使ってもいいですし、人参使わなくてもいいんですけど、野菜は3種類あった方が味わい深くなります。まずエビなんですけど、大きめのエビがいいです。っていうのは、もうエビがメインですからね。ここはちょっと奮発して大きめのエビを買ってください。ちっちゃいとね、解凍した時エビちっちゃくなっちゃうんで、冷凍の状態でかなり大きめのエビを選んできてください。では早速勝負のエビを戻しますよ。まずはボウルにお水 500cc 入れます。そこに重曹を大さじ1杯入れます。重曹水を作ります。そしてここに大きいエビちゃんを入れます。だいたいエビは20分ぐらい解凍できるんですけど、まあ、長く時間かかる場合は1時間とかかかる場合もありますので、早めに戻しておいてください。さあ、戻してる間に野菜とか準備しちゃいましょう。今日はね、人参ときゅうりとレタス使います。春雨は茹でてます。人参は千切りです。一旦端っこを落としたら安定しますんで、そしたら薄切りにしてから千切りします。なるべく細くし切ってください。千切りになるスライサーもいいですね。ちょっと人参入るだけで全然味違うんですよ。きゅうりも人参も本当大事です。最低3種類野菜入れてください。そうするともうレベルめちゃめちゃアップします。春雨茹で上がりました。春雨ざるにあげておきます。端から切ってきますよ、千切りに。あと、このエビのブリンブリンにみんな驚いてくれるので、この生春巻き作ったらめっちゃ喜びますよ。人参切りましたよ。続いてきゅうりちゃん。野菜食べさせたお母さんはね、いっぱい入れてもいいと思うんですけど、でもあんまり入れすぎて逆に子供食べなかったりしますよね。子供は野菜食べたくない、でも親は食べさせたい。はい、きゅうり切りました。はい、そして最後にレタスです。細くですか、細く。はい、レタス千切りしました。見てください、エビもう完全見た目違いますよね。すごいでしょ。これ茹でても変わんないんですよ。沸騰したお湯にですね、エビを茹でます。茹で時間は1、2分ですね。1、2分茹でて味見してみて、中まで火が通ったら出来上がりの合図です。ミキママ、重曹を使わずに解凍したエビと重曹を使って解凍したエビ、茹でて比べてみました。重曹を使ってる方のエビはもう見た目はブリンブリンですよね。まあ味もブリンブリンですから、もう重曹を使ったらもう勝ちです。一生勝ち組です。これ見て、ブリンブリン。
ます。全然違いますから。茹で上がりました。1分で茹で上がりました。ブリンブリンです。弾けてます。春雨、そうだ。春雨ちょっとガチガチになっちゃうので、なってるので、お水洗ってすぐ取り出せるようにしておきましょう。生春巻きの皮が22センチなので、それより大きいフライパンを用意します。ここにお水入れますよ。2、3センチのお水を注ぎます。そしたら、ライスペーパー。生春巻きの皮のライスペーパーを入れます。で、超大事なこと言いますね、これ。ライスペーパーの戻し方は5秒です。たったの5秒です。なぜかというと、速攻でふにゃふにゃになっちゃうからです。いきますよ。水の中に入りました。シャバーン。1、2、3、4、5秒。もうほんと浸すだけで OK です。そしたらまな板の上で置いとけば、また5秒から10秒ぐらいで戻ります。少し硬いけど、もうのせちゃいましょう。のせ方は、まずはエビを3つのせます。そしてお次が、キュウリと人参を、こんなもんです。こんなもんです。同じ量ですね。人参とキュウリは同じ量です。横一列並べたら続いて、レタスは軽く一つかみです。最後に春雨も軽く一つかみです。レタスの隣に最後に乗せて、そしたら忘れちゃいけないのが、マヨネーズ。これ絶対多めに入れること。これが本当アボカドみたいなコクになるんですよね。そしたら、おお、ほらもう柔らかくなってる。でくっつきやすいから、ほんと5秒でまな板の上で戻すぐらいちょうどいいです。エビのサイズに合わせて置いたたみます。そしたら、手前から、きゅうり、人参目開けて、くるっと巻きます。で、ぐるっと巻くと、エビちゃんも見えた美しい生春巻きになっております見てください、後ろは。レタスでーす。りょうさん、このブリンブリンのエビ生春巻き。完璧。はい、これで、盛り付けて、生春巻きの完璧すぎるでしょ。やっちゃん食べようか。せーので、さんはいただきます。チリソースだとあんちゃんには辛いので、でごまドレッシング食べてみてください。どうぞ。どう？うん。私はチリソースにつけて食べます。もうエビがね、もうブリンブリンなんですね。もう見た目からしてもブリンブリンなんですよ。いきます。あ、食べてみたらそうだったよ、ブリンブリン。めちゃめちゃ美味しいんだけど。野菜の量もちょうどいいです。これ以上入れすぎたら食べづらいし、ベストの量だね、あんちゃん。マヨネーズの量も多いかなと思うかもしれないですけど、食べたらちょうどいい。マヨネーズのおかげでアボカド入ってるみたいな生春巻きだね、これ。どう？うん、アボカド好きだもんね。ねえ、あんちゃんどうだった？食べてみて。辛いソースだと食べれないけど、ごまドレッシングだと、すっごい美味しく食べれるから、みんなも試してみてね。天才。ごまドレッシングだったらね、ちっちゃい頃食べれるよね。ありがとう。ハッピーだね、ハッピー。野菜嫌いの子でも食べれそう？食べれそう。野菜嫌いでも野菜いっぱい食べれそうかな。うん。でエビもプリンプリンだから、あ、プリンプリンだった。プリン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 だった。でこれプリンプリンするためにはね、重曹が大事だって分かりましたね。掃除用の重曹じゃないですよ。食用の重曹を買って、このプリンプリンの生春巻きぜひ作ってください。じゃ皆さん、今日も最後まで見てくれてありがとうございました。もしまた何か作っても欲しいっていうような基本の料理以外のものでなんか作ってほしいよっていうのあったらコメント欄にください。チャンネル登録よろしくね。グッドボタンもよろしくね。じゃ